はい、どうもこんにちは、なっちでございます。やっとですね、ケプリが来まして、ようやくやりたかったあの CM のパーティーができそうです。できそうなんだけど、 CM のパーティーね、再現するにはまずアウストラリスとマシンアテナが進化前なんですよ。 CM YouTube にも上がってるんですけど、はい、進化前なんですね。でバルボアも進化前、まあ、バルボアはその時進化してなかったんでいいんですけど、なんでこの2人がね進化前なのかっていうのがねしかも列パなんだよね。列とドロ強って感じかな、まあ、そんな感じのパーティーなんで非常に難しいと思う、クリアだけでもね。なのでとりあえず下の方行ってみて、まあ、下で多分いい勝負なんだよな、きっと。操作時間固定か、そういえば。じゃあここは回復バッジにしてもバルボアだからそんな嬉しくないよね。火力上げようか。 OK、 これで行ってみたいと思います。ね、獲得コインがね、ケプリの時点で 31,392 なんで、こう下で合ってればいいんですけど、こう上は多分ね勝てないと思うんだよね、個人的な予想ですけど。いきます。わかんない、そもそもケプリ降臨じゃないのかもしれません。なんかこの CM のために作ったダンジョンみたいなのたまにあるんで、なんか前もね、そうオロチがダンジョンに出てきてるね、画像じゃない動画がなんかがあって、それで一回ね、オロチ出てくるんじゃねみたいな、一回そういうのありましたけど、実際出てこなかったし、まあ覚醒では出ましたけどね。まあそんな感じで、そのために作ってる可能性もあるんで、必ずしもこのケプリ降臨とは断定できませんが、まあとりあえず挑んでみようと思います。そうか、レツパなんだな。アルテミスレツパ、僕いつ以来使ってないんでしょうね相当昔だと思います。カエデが進化したあたりからもこっちに移植しちゃったんで、ウェイ型に。レツ型は最近全然使ってないですね。でもレツの方が組みやすいみたいな方もね多いんじゃないでしょうか。意外と劉備とかもね入ってきますし、ウェイはビシュヌとか、まあ一緒ぐらいなのかな。難しいよね、そこの臨機応変に。こうなんか列5個とかさ、そういうキャラクターが、まあ、ここにいるんだけど、この人覚醒ない。そうじゃん、こいつ覚醒ないんじゃん。列パハテナだよねこれ。そうかそうか、それを忘れてましたね。アウストラリスがいるんだけど変換でしかないと、そういうことですね。わー、これきついかもしれませんね。本当はマシンアテナとかね、バインド耐性あるキャラクターに、バインド耐性あったよね。ないわ。いやー、きついっす。いやー、そういうキャラクターに覚醒無効解除つけたら楽だと思うんですけど、エンハンスとかね、つけたら楽なんですけど、覚醒、継承もしてないんで、CM では。つけることすら叶いません。ただドラゴンキラーと神攻撃キラーは使えますね。それが使えて何、それが使えてね戦力になるかって言われたら、まあケプリ戦ではバルボは少し頑張るかもしれませんが、それ以前にやっぱ進化してほしかったなっていうのがあります。そういうことするんだね。だってこの後猛毒作るんでしょあんた。回復ない。オッケー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 。まあ、猛毒もこのパーティーならま逆に受けやすいってのはありますけどね。なんか固定チームみたいな感じで面白いですけどね。はい。よし。3万で合ってるんじゃない?こいつらが1万ぐらい落としたら地獄級で合ってるってことですよ。これ地獄級だよね。あ、超地獄級か。絶眼のか、ここ。あのパーティーでね、絶地獄級はバカだと思うんですよね。
やばい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 。あ、自動回復か。ナイスナイスナイス。とりあえず生き延びたけど操作時間短いんだったな。これでとりあえずこいつ落とすか。いや、任せよ。 AI に任せます。 AI に任せた結果真ん中が落ちる。え、どうだこいつら落とすか。5000円も5000円 ?5000 コイン落とさなさそうだよね。上行くんですかこれで。嫌なんですけど。あー、これ難易度上ですね。あ、もう一体いたか。スフィンクスくんが4000落とせばいいんだな。オッケー、落とせ。もう落とすしかないわお前。そしたらね、完全再現。まあ、ちょっとなんかプラスがあるから HP が多いのかもしれませんが、 CM パーティーはねプラスすらないのか体力が極端に少ないんですよね。裏で難婚してるんですかね。裏で難婚してるんでしょう。わざわざそんなきついパーティーでさ行くとも思えないしさ、よくわかんないんだな、そのケプリをこう採用した意味というのか、ケプリを採用した意味もよくわかんないし、なんかもうちょっとねパズドラの顔みたいなキャラクターはたくさんいるでしょう。短い。オッケー。でこれで、3139になれば完璧。なったわ。なるほどね。で地獄級という推測は合っていたんだ。ただ勝てるかどうかっていう話ですよね。こっからはスキルは全部残ってるんですけど、あの盾張った時に攻めるしかないのか。ちょっと減らしておきたいよねやっぱり。ちょっと減らしといて盾張った時 60% ぐらいまでは削っておきたいな。いけるかな。ほんと属性変化ギリギリぐらいまでは減らしておきたいですね。ただ吸収があるんで水を消さないぐらいがちょうど良かったり。あ、いいですね。神タイプ。あら、攻撃タイプなの。9倍入ってんだ。ケプリちゃん。どっちかっていうとなんかあの、回復とかそういう方向かなと思ったんだけど、攻撃でしたか。オッケーオッケーオッケー。順調に減ってます。で、キラーがこれで消えたんで、もうちょっと減らしてみる。減りすぎですね。てか意外といけそうだな。このまま耐えて、75% の盾張った時に変換全部使って倒します。はい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 。覚醒無効なんで弾けませんが、ちょっと落ち込ん怖いんで変なことはしない。危ないね。めっちゃ怖かった。はいはい、これやりまして、ここで変換連発で多分倒せるかと思います。はい、じゃあ久しぶりに行きますか。これと、あ、そっか、ドロ強は最後できるんだね。じゃあアルテミス使ってアテナでドロ強して、一応盾張っといて、スピカは意味ないね。 OK、 じゃあ適当に囲んで多分倒せると思うよ。オッケー、よし。はい、ということで、まあ下だからなんとかって感じでしたかな。でしたかな。でしたかなってなんかおかしいけど、いや上でもまあ勝てなくはないと思う。勝てなくはないけど獲得コイン的に多分下だと思うので、まあ CM 再現はこんな感じでございました。僕普段テレビ見ないんですけど、まあたまにね妹が見てる時に音楽聞こえてきたりするんで、まあそれなりに放送はされてるのかなっていう感じでした。はい、それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。